ポストヒカキン、どうも、ポストヒカキン。アサモンさんに会いましょう！ついに、ポストヒカキン。最近ね、アサブ TV の代表のアサモンさんに会ってきました。ポストヒカキンと呼ばれる。ちょっと本当にね、アサモンさんめちゃくちゃかっこよくて、もうクールで、性格が優しくて興奮しました。本当に。マジで。やっぱポストヒカキンって言われるだけであって、ちょっと、やっぱ男らしさ、優しさ、クールさ、もう備え、もう兼ね備え、もう、バーチグーだってね、男としての資質が、バーチグー。な。いや、ガチで。ちょっと、もうみんな、ちょっと俺に憧れざるを得ないっていう状況はマジで。な、ポストヒカキン、朝もんさんに、ね、最近会ってきて、ほんと感動したゃ。朝もんギャグをちょっと見せてもらって、めっちゃ嬉しくなった。どうも、朝もんでーすかね。ねえ、まあ、柴田さんの、まあ、パクリネタとかね。あと、あれだよ。ガッチガチだぞーとかもね、ちょっと見せてもらえて。ちょ、めっちゃ嬉しかった。あ、世界のスーパースター、アサモンさん。あと、アサモンさんのギャグも見せてもらえて。アーリンのもね。アーリンだよ、アーリンのこと一生愛してね。キッキッキッ、アーリンだよ、アーリンだよ。でね、ギャグもちょっと見せてもらって、本当に。朝もんさんのことはすげえ、ちょっと尊敬しちゃいました。本当に。ポストヒカキン朝もんさん。いや、時代を変革する、やっぱ朝もんさんに会えて、俺は本当に嬉しかった。ね、本当に。もうどっから見てもかっこいいし、もう男としての器が多分130ぐらいあったんじゃない？もう。やっぱ、憧れはやっぱ朝部 TV の代表の朝もんさんかなと思ってよね、正直。ね、よろしく。って感じ。